ようこそジュエリー花島へ。今回の動画では60代女性におすすめジュエリーご案内いたします。今回の動画はですね、前にリフォームの動画で何本か出てもらってますけども、島にお話してもらいます。変わります。はい、はい、それでは60代の女性におすすめジュエリー、これからご紹介したいと思います。楽しみです。と、私もこれから60代を迎えるにあたって、やっぱりこの10年手や顔、髪、いろんな変化が出てきました。お客様のお話伺っていても、やっぱり手にちょっとシワがとか、あと筋っぽさ、ちょっとしたゴツさ、あとはサイズが変わった方がすごく多いです。サイズが変わられるんですか？はい、頑張って働いてきた女性の手ですから、ちょっとねごつくなってきて、結婚指輪がきついとか、いろんなお悩み出てきます。はい、その時に若い時、それこそこの年代って20代はバブルの頃なんですね。はい、でいろんなものを楽しんできてるんですけれども、その頃のものがちょっと似合わなくなってきたり、細いものが似合わない、そういうのを感じてくるところかなと思います。じゃあ指輪どんなのがいいかっていうと、もうざっくりボリュームのあるものが似合ってきます。手の方が貫禄出てきますから、小さいよりは大きいもの、はい、で細いよりは太いもの、でもごつさはあんまりいらないと思います。お、なるほど。手の方がごついので、大きくて太めだけれどもごつさはちょっと柔らかい、柔らかいもの。直線的なデザインだとちょっと硬い感じするんですよ。流れるラインが入ってるとか、はい、断面に丸みがあるとか、はい、そういう優しさのあるラインがすごく似合ってくると思います。実際そちらにあるのが今回おすすめの、はい、まあ、ごく一部だとは思うんですけれども、うん、そうですね、はいはい、エタニティリングって結構お持ちの方多いと思うんですね。はい、細めだったり太めだったり、はい、いろいろあると思いますけど、これはそのエタニティリングの2連です。2連って言っても、はい、間に空間があります。はい、2つつけるわけではなくて、ない、はい、そうです、重ね付けじゃないデザインなんですね。はい、細いの2本つけてるみたいな、そうです見え方ですね。はい、ちょっと重ね付け風のデザインですね。うん、でも重ね付け風なんだけど空間があるので、はい、印象が重くないんですよ。ああ、そうかそうか、そう、間が埋まってないことで、これびっしり間が埋まってると、はい、なんかもっとしっかりした感じ、うんうん、もちろん格のある感じだったりフォーマル感はあるんですけど、逆に空間があることで抜け感とか透け感がちょっと表現できるので、うん、普段カジュアル使いにはこのタイプはすごくいいと思います。使いやすそうなのは間違いですね。うん、はい、で1本のエタニティよりも普段使いしやすいはずです。うん、これが先ほどおっしゃられた細いものよりも太いものということですね。はい、そうですね。またこれ色2つありますけど、うん、はい、プラチナとイエローゴールド、イエローゴールドです。もしかしたらイエローの方がよりカジュアルに映るかもしれないんですけど、はい、これは本当にお好みでいいと思います。同じデザインだけれども、うん、地金が違うと全然見え方違いますね。雰囲気が全然違います。はい、というのがまず1つ目、ね。はい、まず1つですね。おしゃれなリングだと思います。はい、おしゃれだ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でもう1つ幅広で、これは全体に小さいメレーダイヤが埋め尽くされてます。これも幅広ですけど、はい、可愛らしさのある縁取りがちょっとこう、はい、スカラップみたいな、うんうん、可愛い直線じゃないので柔らかいで、全体に厚みがないので引っかかりが全くないです。ふわっとしてますね、うん、これ。そうですね。あとメレダイヤ止まってるところ、はい、触っていただくと分かるんですけども、触って大丈夫ですか？大丈夫です。触ってみてください。全然引っかかりないと思うんですよ。全く引っかからない、すごいこれ、うん、滑らかで、滑らかですね。はい、だからたくさんメレダイヤ埋まってるパベタイプって、はい、なんか爪が細かく引っかかりそうなイメージ持たれてる方いらっしゃいますけど、心配は全くないです。これすごいですね。すごいです。これは太いけれども確かに柔らかい感じ、はい、おつさっていう意味では全く感じないですね。うん、ないと思います。うん、すごくね、はめた時の指当たりもいいです、これは。確かにこれ、うん、もう何でしょう、20代30代よりもやっぱり大人の女性って感じですね。そうですよね。だから20代とか、まあ、30代、はい、若い方が本物つける時はむしろ細め、華奢めなくらいの方がきっと上品でおしゃれかなって思います。
ここになるのはやっぱり60代上。なるほど、勉強になります、はい、それくらいの方の方がふさわしいかなって思います。素晴らしいです、はい、ありがとうございます、はい、じゃあもう一つデザイン的にボリュームのあるところで、はい、大人の可愛らしい、でも大人しかつけられない、キラッキラですね、これキラッキラです。5枚の花びらの中に、はい、0.2 カラットくらいですね。これ大きいですよね。大きいですよ、入ってます。で5枚の花びらが全部形違います、はい、あ、本当だ、揃ってないんです。面白い。でこれも花びらにメレダイヤが埋め込まれてるんですが、うん、花びらの形が違う、あとこの何でしょう、反り方とか、反り方も違うんです、違います、全部変えて、それでなんかこう自然の感じを出してるんですけれども、うん、全部が違うので止まってるメレーダイヤの数と大きさも5枚全部違います、はい、違いますよね。違います。大きいもの入ってたり小さいもので隙間を埋めたり、はい、で真ん中がちょっとこう下がってるんですね。お花ってそうじゃないですか、はい、こうやって開く、そうですね、そこの中まで全部メレーダイヤ埋め尽くして、そこからこうおしべめしべ真ん中の中石がふわっと出るような感じに作ってます、はい、ネオン感というか粒の大きさの違いで出てるってことなんですね、はい、最初拝見させていただいた時、うんうん、はい、カットが違うのかなと思ったんですけど、はいはい、ではないんですね。ないです。石の数、あと角度、はい、そういうところが全部違うので、本当に動かした時の変化、はい、このキラキラの変化がすごく大きい、そういうお花を作ってます。すごい上級者な、はい、お花がそうだと思います、ね、はい、これはあの大人の可愛いですか。大人の可愛い、素敵です、はい、ぜひぜひこれも本当に、はい、あのこれから楽しんでいただけるところかなと思います、はい、もう一つ色石ですね。色石ですね、はい、ご覧になってください。ありがとうございます、はい、これはラベンダー翡翠です。ラベンダー、まさにラベンダー色ですね。ラベンダー翡翠は緑がベースになってくるんですけど、はい、これは同じ翡翠の中でもこの淡い上品な紫です、うん、でこれはやっぱり若い人はまず見ないです、はい、目に入ってこないタイプだと思います。選ばないでしょうね、はい、で紫っていう色自体、うん、やっぱりこう年代ちょっと上の方にお似合いになってくるんですけども、うん、その中でもちょっとミルキーなこの優しい色味っていうのは、はい、やっぱり本当60代70代80代、はい、これからっていう色じゃないかなと思います。イメージできますね、うん、確かに。なんかすごい上品な80代とかの、ね、方がこれしてたらすごい素敵じゃないですか。すごい素敵だと思います、うん、濃淡もいいですね。で多分洋服でもいいんですけど、うん、和服でも綺麗だと思います。和服すっごいいいと思います。いいと思いますね。そうですよね。で大きさあるんですけれども、大きさめちゃくちゃ大きいですよねこれ本当に大きいです。17カラットって書いてあります。17.8、 もうね指関節までいっちゃうくらい。でも強さがないと思います。この金色の部分はイエローゴールドなんですか、うん、あ、そうですね、コンビネーションになってます。凝ってますね。マットな質感なんですけど、でも表面ツヤっと、うん、そう、ツヤって大事じゃないですか。大事ですね。でだんだん人間の方にツヤがなくなってきますから、はい、足したくなるんですよ。はいって言っちゃったけど、はい、もうでも正直そうだと思います、はい、うん。で40の時とやっぱり60って全然違います。40までは迷った時、小ぶりでもいいと思うんですよ、はいはい、大きいと小さいで迷った時、はい、でも60はやっぱ大きい方がいいと思います。あ、そうなんだ、うん、だって手はねシワっぽくちょっと乾燥した感じになってきたら、はい、やっぱりツヤ欲しいじゃないですか、うん、ちょっとプラスしていかないと、はい、テンション上がらないので。テンション上がらない。テンション大事ですからね。大事です、もう、はい、だそれでもう、ね、あの年齢重ねていくのをマイナスに捉えるんじゃなくって、うん、そうやってプラスをして自分で意識して、でツヤを出していって毎日楽しく、あ、毎日楽しくていいです。毎日楽しく、すごい素敵なキーワードだと思います、はい、素晴らしいです、はい、ありがとうございます、はい、最後、ネックレスをご紹介したいと思います、はい。こちらは大粒とミニサイズとゴールドとプラチナと全部で4点、はい、4点あります、はい、雫のデザイン。雫のデザイン、はい、石のサイズがまたバラバラですか、これ。そうですね、これも、はい、全部で大きい方が1カラットくらいなんですけれども、はい、隙間がないようにした方が綺麗なので、はい、もうとにかくサイズは細かく分けてます。でこれも上触ってみてください。
さっきの指輪と一緒で全然引っかからない、はい、引っかからないですね、これ引っかからないです、滑らかな、いやこれかっこいいな、ふっくらした柔らかい、うん、こうネックレスつけた時正面からだけじゃなくって横とか斜めからも、はい、このね、ちょっと盛り上がりあるので、はい、どこから見ても全方向を輝いてくれる、確かにです、盛り上がりがあるから横から見ても綺麗、キラキラ美しいですね、はい、で盛り上がりがあるからメレーのダイヤのサイズ変えないと、はい、簡単に作ろうと思ったら、うん、同じサイズでバーッと留めちゃえばいいんですけど、そうするとあの金属の部分が目立ってきちゃったりするんですね、はい、そうか、それをなくすためにもうメレーとメレーの間は、はい、びっしり隙間なく大きさを変えながら止めていってます、はい、なるほど、あえてこのメレーの敷き詰め、うん、はい、大きい石一つではなくてメレーの敷き詰めがおすすめなんですね、これもですね、もですね、大粒一つ、はい、例えば1カラットとか、はい、それはそれで素敵、はい、うん、でも1カラットってやっぱりお値段も素敵じゃないですか、お値段も素敵です、うん、ってなった時、はい、メレーの集合したものって、はい、同じ価格だったらボリューム感、はい、この面積取れるので、はい、すごく映えるメレーのいいところです、これは、これ本当に引っかかりがないように、うん、最後石止めますよね、はい、仕上げますよね、最後のチェックってあの女性 の, あのストッキング、はい、あそこにこう、はい、擦って引っかからないか、すごい、そこまでやってるんですか、それします、実際つけるの女性じゃないですか、はい、まあ、これはネックレスですけども、はい、先ほど の, あのフリルのリングなんかは、はいはい、やっぱり、ね、いろいろ触るお洋服とか引っ掛けちゃいけないので、はい、もう絶対そこまで引っかからないようにチェックが入ってます、ります、ね、はい、すごい、これは4パターンありますから、うん、金の大きいのがいいのか、うん、プラチナの小さいのがいいのか、あ、選べますね、っていうのは、はい、あの選びやすいですし、はい、お洋服 の, あの感じって皆さん違いますので、あのどんな場面につけたいか、はい、それに合わせてこれはどんなチョイスもできますので、でも最終的にはもうお好みはそれぞれじゃないですか、はい、そうですね、うん、でもう60年生きてきたら、うん、自分の好きなもので大体できてきてると思うんですね、おっしゃる通りですね、うん、やっぱり流行りって言った時にみんながそっちに流れる感覚っていうのはすごくありましたけども、はい、今はもうそれを経て自分の好きなもの、うんうん、指輪って自分で見えるじゃないですか、はい、見て楽しめるっていうのが指輪のいいところ、はい、って思ったらやっぱりこれ好きだわって思えることって大事だと思います、うん、もう自信持って好きなものを堂々とつけてほしいと思います、はい、はい、今までいろんなおすすめのジュエリー見てきましたけど、うん、はい、またなんか新たな視点というか、はい、種類が違かったので面白かったですね、そうかもしれないですね、はい、今日は指輪とネックレスご紹介しましたけど、はい、やっぱり顔周りって明るいものが一つあると全然見え方違います、うん、光物って入れたくなります、ピアスとか、ピアスとか、はい、ネックレスもうどちらかでいいのでつけていただくと、うん、やっぱり顔の印象は違うと思います、ピアスも大きめの方がいいですか、うん、これは何とも言えないかも、ああそうなんだ、多分私長めなんですけど髪、はいはい、割とショートの方って多いと思うんですよ、そうですね、あの髪の悩みが出てくるので、うん、割と短くすると耳出るじゃないですか、はい、そしたらあの大振りをでボーンってつけるのもかっこいいし、うん、逆に、うん、私は一粒ですけど、はい、こういうのを常にこう光らせている、はい、見せているっていう、これどっちもありだと思います、手の時とはまたちょっと違うんですね、うん、考え方が、うん、ピアスって、はい、あの考え方によるんですけど一番邪魔にならないんですね、邪魔にならない、ならない、あの何か作業するときに指輪、はい、気になるからしないって方いらっしゃいます、あとネックレスは肩が凝るっていう方いらっしゃいます、うん、あ、いらっしゃいますね、うん、あと夏場はアレルギーじゃないけどちょっとかぶれやすいっていう方、気になるっていう方いらっしゃるんですね、はい、あともっと現実的な話で、はい、ネックレス の, あの金具、うんうん、後ろで、はい、あれがねやりにくくなってきます細かいことですけど、ね、難しいですもんね、難しいんですよ、あの引っ掛けるとこちっちゃいので、はいはい、それがやっぱりやりにくくなって、うん、ネックレスしなくなった方はいらっしゃいます、その時にピアスって朝1回つけちゃえば、はい、1日そのまま、はい、うん、でおしゃれっぽさが演出できるじゃないですか、あ、そうですね、確かに、うん、でちょっときちんとしてる感じ、うんうん、で私も休みの日でもピアスだけはしてます、はい、でもお客様の中にもやっぱりいらっしゃいますね、はい、指輪を、うん、あの家の中ではしないけどもピアスだけはしている、うん、はい、
おすすめします。でも本当いろんなのをつけて比べてみるのが一番いいと思います。そうですね、うん、それこそピアスって試着できないお店多いんですけど、はい、うち大丈夫です、はい、大丈夫なんですか。大丈夫です。そうなんです。気兼ねなくつけていただいて、はいはい、それこそ大きい小さいで迷った時に左右で大きめ、はい、ちっちゃめつけて、はい、こう見て、はい、どっちがいいか、はい、あともしねご一緒にいらっしゃる方いらったら見てもらって、はい、どっちの方がいいか、はいはい、うん、まあ、それでオーダーとかでもいいんですかね。もちろん大丈夫です、はいはい、一度島さんにご相談という形で、はい、ぜひぜひお声掛けいただければと思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。今日の動画をご覧いただいて気になるものがあればぜひお問い合わせください。60代のジュエリー選び、私がお手伝いさせていただきます。ありがとうございました。